ウェストローズモール銃乱射事件は2007年12月5日にアメリカ合衆国ネブラスカ州オマハのウェストローズモールの百貨店フォンマウアーで発生した銃器乱射事件。19歳の犯人ロバート・ウェイ・ホーキンスが自身を含め9人を殺害し、さらに4人の負傷者を出した。この事件はネブラスカ州においては1958年の チャールズ・スターク・ウェザーの一連の殺人事件以来の大量殺人であった。事件が起こる一時間ほど前、ホーキンスの母親は、俺は自分と一緒にいくらかのクソを道連れにする。考えてみな、それでがっつり有名になるぜと記された息子の自殺予告を見つけ、サーピー軍保安官事務所に通報していた。最初は丸腰だったホーキンスは、 フォンマウアー百貨店の南玄関から13時36分に入店した。店内に少し入ったところで彼はしばし立ち止まり何か叫ぶようにしながらかかとを返して立ち去った。6分後同じ入り口から戻ってきた彼はすぐ右手のエレベーターの方へ向かったが、この時は養父の家からジャングルスタイルにテープで連結された30個ほどの断層とともに、 盗み出したセンチュリー・ワッサー1半自動小銃の商用コピーをセーターの下に隠し持っていた。彼はエレベーターに乗り込んで最上階へ向かった。13時43分頃、ロバート・ホーキンスは3階でエレベーターを降り、銃撃を始めた。ホーキンスは6分間ほどの間に8人を射殺し、4人を負傷させた上でカスタマーサービスのデスク付近で、 自分の頭部を撃ち抜いて自殺した。ホーキンスは30発以上を発砲し、12人を撃った。6人は即死だったが、1人は病院へ搬送中に絶命し、残りの1人は別の病院の救急救命室に到着して45分後に死亡した。オマハ市警察署は最初の911通報からほぼ6分後に、ウェストローズモールに到着した。 最初の通報がなされた70秒間、通報者が耳にしたのは銃撃の音ばかりであった。この911通報を録音したテープと書き起こしはモールに設けられていた保安用の監視カメラの映像とともに2007年12月7日に警察から公開された。911通報の録音の中には銃撃音が聞こえるものもある。ホーキンスの検視から彼が200何 ミリリットルのジアゼパムを服用していたことが明らかになったが、これは通常の処方量の少なめの量に当たるものであった。他の薬物の痕跡は検出されなかった。ホーキンスの乱射によって8人が殺された。そのうち6人はフォンマウアー百貨店の従業員で、あとの2人は買い物客だった。犠牲者は以下の通り、4人はホーキンスに銃撃されたものの生き延びた。 重傷を負った二人は店の従業員であった。フレッド・ウィルソンはカスタマーサービス部門の責任者であった。彼は胸部情報を打たれ、ネブラスカ大学医療センターに送られた。彼は救急救命室に到着するまでに全身の血液の4分の3を失い、脈拍も停止していた。ウィルソンは翌週の週末には一般病棟へ移り、ほどなくして、 一疎通もある程度できるようになった。もう一人の重症者は、カスタマーサービス部門の従業員だったマイケル、ミッキー・ウォールダムで、クレートン大学医療センターに送られた。彼女は、腹部と背部に重症を負っており、生き延びた負傷者の中では最も重体だった。同じく負傷した買い物客のジェフ・シャファートは、左腕と、左手小指を打たれて、ネブラスカ大学医療センターで処置を受け、 すぐに退院した。オマハ市警察署は2007年12月7日になってマンディハイダが飛散した銃弾の破片が左足に当たってあざを作ったと発表した。彼女は病院へは搬送されず特に処置も受けなかった。事件発生当初には5人の負傷者がいると報じられたがこの中にはホーキンスの銃撃による負傷以外の理由で病院へ搬送された2人が 含まれていた。ポンマウアー社はアイオワ州ダベンポートの本社で本日午後オマハ店で発生した恐ろしい乱射事件によって私どもは深く悲しんでおります。私どもの思いと祈りはこの悲劇的な出来事の犠牲者の皆さんとその家族と共にありますとする声明を発表した。同様の声明は同社のウェブサイトにも掲げられた。 ウェストローズモールもウェブサイトに私どもの思いと祈りはこの悲劇に見舞われたすべての皆さんと共にあります。と声明を出した。モールのホームページには週末の土曜日にあたる12月8日まで休業する旨が告知されたが事件の現場となったフォンマウアー百貨店は12月20日まで再開されなかった。 事件後のホンマワー百貨店の壁面には犠牲者を悼む花や様々なサインが飾られた。2008年1月12日には犠牲者の家族を支援するために寄せられた基金が100万ドルを超えた。ロバート A ・ホーキンスはウェストローズモール乱射事件の被疑者で事件当時19歳であった。ホーキンスはイングランド南部サフォーク州のレイクンヒース空軍基地でアメリカ人の両親。 ロナルド・ホーキンスとマーベル、モリー・ロドリゲスの間に生まれた。両親の元を離れて暮らすこととなったホーキンスはオマハの南方10マイルほどの郊外にあるベルビューでクエール・クリーク地区のランチハウスに友人二人と彼らの母親たちと共に住んでいた。養夫はホーキンスをわずか4歳の頃から精神科医に見せていた。ホーキンスは6歳までの間にセラピーの集まりに顔を出し、 薬も服用し、うつ病で入院もした。人生の大部分を通して、ホーキンスや彼の家族は、彼の精神疾患に振り回されていた。14歳の誕生日の翌日、ホーキンスは、養母キャンダス・シムズに対して、斧を持ち出して殺すぞと威嚇し、精神病院に送られた。4ヶ月後、ホーキンスは、ネブラスカ州の飛行賢人とされ、この状態は4年近く続いた。 彼は二度にわたり、精神病院に入院措置となり、注意血管障害、突然の気分障害、犯行挑戦性障害や、親子関係の諸問題に苛なまれていた。彼の措置にかかった、周負担の経費は26万5千ドルに上った。ホーキンスは、パピオンイコールラビ高校に入学したが、禁慎処分を受け、最終的に2006年3月に退学してしまったが、 GED は取得した。ホーキンスの住んでいた家の家主であるデボラ・マル海港ルコバックは彼がトラブル続きだったと語っている。彼女はまたホーキンスが17ドルを盗んだとしてマクドナルドを解雇されて鬱状態になっていたとも事件の2週間前にガールフレンドと別れたことでも落ち込んでいたとも述べた。2007年11月24日ホーキンスは 警備な飛行及び2件のアルコール関係の罪状の疑いで行政処分のチケットを切られたが罪状の一つは未成年のアルコール所持であった。彼はその罪状認否のため2007年12月19日に法廷へ呼び出されていた。地元のニュースソースによると彼は地元のあるティーンエージャーを自分の CD プレイヤーを盗んだと言いがかりをつけて殺すと脅したという。 彼はまた、オマハで養父母の元に行った時期にも、重篤な薬物所持でも、有罪判決を受けていた。ウェブサイト、ザスモーキングガンは、ホーキンスの3ページに及ぶ自殺予告のコピーを、掲載したが、これは家族宛ての言葉のほか、友人たちずつ、そして遺言と先生からなっており、最後の紙の下には署名と、社会保険番号が記されていた。ニュース速報では、ホーキンスが、 自殺予告で、かっこよく、決めに行くぜと書いていたと報じられたが、そのような文言は公開されたいずれの文書にも見られない。乱射事件の翌日、ホーキンスの家族は、声明を発表し、犠牲者への哀悼の意を表した。2007年12月13日、ホーキンスの母親は、朝のテレビ番組、グッドモーニングアメリカのインタビューの中で、息子の行動についてこうに謝罪した。 2016年、インベスティゲーションディスカバリーのテレビシリーズ、エビルライブズヒアは、ホーキンスが暴力的な遺伝子の配列を持っていたのではないかと、する説を取り上げた。ありがとうございます。